アンデパンダン展は無審査、無償、自由出品を原則とする美術展であり、1884年にフランスのパリで初めて開催され、その後世界中に広がった。各国にも影響を与えており、パリの同点の形態を理想とした別組織による同じアンデパンダンの名を冠した独自の展覧会が日本など世界各国で開催されるようになった。現在は それら他国の展覧会と区別するため、パリのアンデパンダン展については、パリアンデパンダン展」と表記されている。パリアンデパンダン展は、現在世界中で開催されている諸派の垣根を越えたアーティストたちによって行われる、無審査大型展としては、最も早く誕生した歴史的な美術展覧会。1884年、ジョルジュ・スーラ、ポール・シニャックらによって、 パリにアンデパンダン美術協会が設立され、同年、保守的な審査のサロンに対抗して、審査を受けることなく、誰でも自由に出品し、作品の評価を来場者に直接問うことができる展覧会を行った。パリアンデパンダン展で作品を発表した歴代のアーティストたちは、現代の美術界にも大きな影響を与えた人物が多く、その一例として、 アンリルソー、ロートレック、マティス、ゴーギャン、セザンヌ、ゴッホ、シニャック、ピサロ、ルドン、マルケ、マンガン、カノアン、デューフィ、フリエス、ムンク、バンドンゲン、ドラン、ブラマンクなどが知られている。日本人では、藤田嗣ぐ小柳た氏、し、バ俊夫、田中保も岡鹿之の高野33男、長谷川清、長谷川ルカなどが出品している。 パリアンデパンダン美術協会の活動は各国に大きな影響を及ぼし、各国でパリアンデパンダン美術協会を意識した別団体が結成された。例えば、ベルギーではベルギーアンデパンダン美術協会、ドイツ圏のミンヘン、ウィーンなどでは分離派が結成された。アメリカでは独立芸術家協会が結成されている。日本でもパリのアンデパンダン店から着想を得て、 戦後に日本アンデパンダン展読売アンデパンダン展が開催され、日本アンデパンダン展は、現在も日本美術会の主催で、毎年3月前後に、東京で開催されている。2006年以降、パリのグランパレうちのレ、ネフホールにおいて、アンデパンダン展コンパレゾン展ルサロン展などの合同サロン展アートキャピタルが、開催されている。 パリのグランパレ改修工事中など、例外的にパリ市内のた大型会場にて開催の場合あり、2022年から2024年はグランパレ FML にて開催。ありがとうございます。